試験に出るぬらりひょんデーモン小暮閣下の著でございます。見てください、100円と書いてますよね。でも今通販だと2000円とか3000円とか4000円するわけですよ。これが何を意味してるかっていうと、2つあると思います。全てのものには価格差があるってことなんですよね。この同じものなのになぜかね、買う場所によって値段が違うんですよ。これは町の古本屋で買いました。サークル1って書いてますよね。サークル1っていうね、本をズバッと投げてるところにありました。はっきり言って売れ残りの本がたくさんある中でこれがありましたね。懐かしさで買ったわけなんですけども、ただ欲しいなーと思えば値段が上がるんですよ。そして本っていうのはこういったものってのはね、再販されてないんですよね、ここで何が言いたいかっていうと、2つ目です。情報に価値があるってことなんですよ、ね、本っていうのは何もね、この紙の物体が欲しいわけじゃなくて、中に書いてある情報が見たい、楽しみたい、必要だということなんですよね。ということはこの本がなくても、例えば私がこれをね全部ブログを起こししたらいいわけですよ。まあ当然そこには法律というものがね関わってくるのと、私のモラルっていうのがありますから、とてもじゃないですけどね、一部抜粋ならまだしも、これを全部書き起こそうなんてことはとてもね申し訳なくてできないというところなんですよ。まあそこでね、私たちはこれをどういうふうに使っていけばいいかってことなんですけども、 YouTube を量産するってことも、言ってみれば30年前の本が40年前の本が高値をつけるってところに期待してるってことなんですよ。 YouTube をたくさん作ります。いつブレイクするかわからないし、ブレイクしないかもしれません。こういった本が高値をつけてるのは、デーモン小暮閣下がずっと活動していて、面白さとか、その人間味を増してるからだと思うんですよ。悪魔味か、人間味を増してるからなんですよね。途中でこの方がね、30歳を境に活動をやめてました、40過ぎてから全くテレビに出てませんってなると、この本を果たして売れたかなどうかなってことなんですよ。ということで、継続することによってもたらされる、最初にやってた頃途中で芽が出なくなったものがブレイクするチャンス、こういったものに YouTube ってのもかけれるんではないかなと思ってますけども、いかがでしょうか。それでは失礼します。